おいっす。おはよう。バカね、朝だから元気なんじゃない。昨日は楽しかったわね。カレーは美味しかったし、温泉も気持ちよくて最高だったわ。ついでにみんなと親睦も深められたし、大成功だったわね。いいじゃない、いずれにしろ目的は達成できたんだから、細かいツッコミはいらないの。これもすべて企画した私のおかげね。いくらでも褒めてくれていいのよ。素直じゃないわね。私のおかげで結構盛り上がったじゃない？ゲームとか。結局一袋全部あんたが食べたもんね。あの潔さと思い切りの良さはとっても男らしくてかっこよかったわよ。あ、そうそう、昨日の写真プリントアウトしてきたわよ。デジカメだもん。 SD カードをお店持って行って機械使えばあっという間よ。後でみんなに配るからあんたも手伝ってね。とりあえず立夏には先に渡しちゃうわ。他のメンバーの分は昼休みに配りに行きましょう。あんたが泣きながら激辛おせんべいを完食したところもちゃんと人数分プリントしておいたから安心して。あ、立夏もう来てる。昨日は楽しかったわね、リッカ。朝から元気ね、あなた。朝だから元気なんだってば。羨ましいわ。私、低血圧だから朝からあなたみたいに大きな声を出す元気はないの。ちゃんとご飯食べてる？リッカはただでさえ痩せ気味なんだから、肉とか魚とかしっかり取らないとダメよ。じゃないとミサさんみたいにおっぱい大きくならないわよ。何の話をしてるのよ。用がないなら静かにして。用ならあるわよ。はい、これ昨日の写真。写真なら自分で写したのがあるからいいわよ。でもその写真にはあんたが写ってないでしょ。私の写真にはちゃんとみんなが写ってるわよ。しかも美人度 30% 増しで、ほら見て。どう、綺麗に写ってるでしょ。被写体がいいと出来上がりも自然と良くなるから不思議よね。被写体は別にどうでもいいけど、でも確かにこの写真は上手ね。でしょでしょ。プリント代はいくら払えばいい？そんなのいらないわよ。そういうわけにはいかないわ。枚数も結構あるし、それに私昨日の食材のお金だって払ってないもの。気にしなくていいってばねえ、日野。でも参加しておいてただっていうわけにはいかないわ。私だってもらうつもりないわよ。友達からお金取れるわけないでしょ。友達。分かっ
じゃあそうする。ありがとう瀬川さん。いいのいいの、その代わりまた写真撮らせてもらうから、その時はよろしくね。さ、行くわよ日野。そんなの後後、先にみんなに配っちゃいましょう。ほら早く行くわよ。あ、早速マリカ発見。瀬川さんちょうどよかった、今お昼を誘いに二人の教室に行こうとしていたの。そうなの？こっちもマリカの教室に行こうとしてたから、すれ違わなくてよかった。え、私の教室に？そうそう、はい、これ昨日のキャンプの写真、マリカの分ね。え、もうプリントしてきてくれたの？マリカのパンチラシーンもしっかり写ってるから、男子に見せちゃダメよ。え、そんなの写ってるの？冗談よ冗談。もう。あ、それと私たち今から他のメンバーにも写真配りに行くの。悪いんだけど、お昼はマリカだけ先に食べちゃって。タチって日野くんも？助手よ助手。じゃあまたね。ほら行くわよ日野。あ、うん、写真ありがとうね。どういたしまして。ミサさん、いる？あ、いたいた。失礼します。あら、お二人で今日はどうしたんですか？昨日のキャンプの写真をみんなに配って回ってるの。はい、これミサさんの分ね。え、いいんですか？もちろん。温泉入った時のミサさんの着替えシーンもバッチリ写ってるからね。まあ、それは恥ずかしいですね。昨日は楽しかったですね。おかげさまで家に帰ってからも興奮してなかなか眠れませんでした。また皆さんと一緒に何かをやりたいという気持ちになりました。じゃあ今度は海でも行く？砂浜でバーベキューとか花火とかしちゃおうか。それともテントに寝泊まりしてキャンプファイヤーとか。意外？カメラマンはアウトドア派に決まってるじゃない。そういうのも楽しそうですけど、私としては別のことで一緒に協力していけたらなと思っています。それは後のお楽しみです。卒アル委員としていろんな教室に出入りしてるからかな、あんまりそういうのは感じないわね。あー、でも男子トイレに潜入した時はさすがの私も多少なりとも緊張したかも。え、だからそれは知られざる男子たちの日常の一コマを撮影しようと思って。並んで用を足してる光景って青春じゃない？あ、やっ
ここにいた。やっほー、ソラさっきあんたの教室に行ったんだけど、姿が見えなかったから、もしかしたらここかなと思って。これ、昨日のキャンプの時の写真。みんなに配って回ってるの。これはあんたの分ね。日野も思わず興奮しちゃうくらい、空のセクシーでダイナマイツなナイスバディ満載よ。ねえ、日野。あれ、日野どうかしたの？ずるい。たまにここで食べる。何の話かと思えば、でも天文部は特別に認められてるんじゃなかったっけ？まあそれもそうね。問題ない。日時計の研究。なるほど、ちゃんと部活動してるわね。さて、あとはトーコだけなのに、どこにいるのかしら。行っちゃったのよ、あの子は。なんで？そっちって休館しかないじゃない。アバウトな野生の勘だけど、それじゃとりあえずそっち行ってみよっか。あれ、トーコ？うそ、本当にトーコがいた。なんで？おりょ、二人とも何してるの？ああ、そういうことね。うん。私もたまたま校舎の中を散歩してて、たまたまこっちに来てみただけなんだけどね。で、なんだっけ？昨日の写真？わざわざプリントしてきてくれたの？あ、うん。これ、トーコの分ね。なんだか悪いね。私なんて飛び入り参加だったのに。そうよ、トークがお米持ってきてくれた時はみんなあんたが救世主に見えたわよ。持つべきものはやっぱり友達よね。ん？友
達って誰のこと言ってるの？私たちに決まってるじゃない。私たちはすでに同じ釜の飯を食べた友達、仲間よ。カメラちゃんにも意外と古臭いところあるんだね。でも、友達、仲間か。そういうのもたまには悪くないかもね。写真ありがとう。後でゆっくり見させてもらうよ。そろそろ教室に戻ろっか。お昼休み終わっちゃうよ。残念だけど今からじゃもう間に合いそうにないわね。いや、まだだ。催し物についての打ち合わせはやったんだろう？だったら大丈夫だろう。心配なら回収しに行ったらどうだ？イラサワいる？瀬川、いい加減にノックを覚えろといつも言ってるだろうが。あ、日野もいたんだ。ならちょうどいいわ。ねえ、ニラサワ、日野を私に貸してくれない？何を言ってるんだ、お前は。卒アル委員としての依頼よ。日野を私の助手として貸してほしいの。うん、卒アル委員としての言葉か。なら真面目に聞いてみよう。私は卒アル委員としての自分の写真に自信を持ってるわ。でも一人でやるには限界があるのも事実。前々から使える助手が欲しいと思っていたところなの。あんたが使えるやつだからよ。今日の雪村を見つけた時のあんたの野生の勘、正直驚いたわ。お前、瀬川の前でなんかやらかしたのか？というわけで、日野に私の助手になってほしいの。私が卒アル委員として活動するときには随従して、私の手助けをしてもらいたいのよね。天文部や自然科学部の活動は助けるけど、卒アル委員会の活動は手助けできないっていうの？それってエコひいきなんじゃない？行事委員会が堂々とひいきしていいの？なら卒アル委員も助けてくれるわよね。できない理由はないわよね。瀬川の言うことも一理ある。行事委員会と卒アル委員会は常に密接な関係を保ち、円滑な委員会活動をしなければならない。その卒アル委員からの正式な申し出ということなら、無下に断ることはできない。ニラサワにしては珍しく話がわかるじゃない。ただし条件がある。
瀬川は瀬川で凌介の手伝いをしろ。こいつが行事医として天文部と自然科学部の手助けをするときは瀬川もそれを手伝え。それでいいのなら凌介をお前に貸そう。つまりギブアンドテイクというわけね。どうせ私も天文部と自然科学部を手伝うつもりだったし、その条件でノープロブレムよ。なら決まりだな。そうね。うん、ありなんだ。何よ、まだそんなこと言ってるの？しょうがないわね。じゃあ、改めて卒アル委員について教えてあげるわよ。これに背きし者には切腹を申し付ける者なり。まあそういうわけだから、今からあんたは正式に私の助手ってわけ。よろしくね、助手くん。